A Love Screen。おはようございます。アローズスクリーンのシータです。さて本日は福岡県筑紫野市司筑紫野店さんにやってまいりました。今日は寒い朝です。福岡県、はい、そして今日は抽選番号こちらです。63番です。この福岡での階段にちょっと波乱が続いてますので、まあ、今日はできればちょっとでも穏やかな展開になってくれたらなと思ってます。それでは審査の街道日記第446話、よろしくお願いいたします。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。さあ筑紫野実践です。あまだ何を打とうか迷ってますけど、おはようございます。凱旋打とうかな、すいません。ちょっと朝一は攻めたいと思います。ミリオンごと神々の凱旋です。さあやってまいりました。今日は司筑紫野店さんでの第446話、前回はアナザーゴッドハーデスで大きな交換をしたこの筑紫野実践、今回は朝一凱旋勝負でまずは行きたいと思います。よろしくお願いします。さあ2回転目、いきなりの中段木棚です。2回転目の中段木棚、もうこれで初当たり来ないかなって期待しましたけど、 AD 当選はなかったようです。ここできましたね。開始2ゲーム目の中段木棚ありましたけれども、現在は118ゲーム、その間も今日は本当にチャンス目、チャンス役よく引いてます。滞在モードにも期待していいんじゃないかというところでの中段木棚ですから、これ最初のボードゲームにつながってほしいですね。チャンスです。当選です。投資250枚からの当たりです。早かったですね。あーよかった。まあ結構重ねましたからね、チャンス役。参ります。1セット目、250枚か。まあ1セットで取り返せるぐらいの枚数で当てれたというのは非常に嬉しいです。あとはやっぱり単発を繰り返すことも多い演技ですから、いかにセット数を乗せれるか。まだ設定がいいとか悪いとかっていうのは判断は早すぎると思いますけど、これぐらいのゲーム数で初当たり重ねられたら勝ちますよね。
250枚のトースから最初のゴッドゲームはこれで1セット目の100ゲームの消化になります。獲得枚数は261枚でした。それではいきます。 G ゾーン。さあこれでリプレイ3連なので G スポットの抽選ですね。次リプレイだったら G スポット確定になります。1セットで終了でございます。リプザからのディストップも1セットということですね。ここはなんですけどね、やっぱり単発で割るとまた次の当たりを追うときどれくらい投資かかるかって思ってしまいますね。持ち込みを、まあ、2、3セットあればだいぶ作れましたけど、残念な1回目の AD でした。他の台見ていきます。投資が大きくなる前に一回離れます。これ吉宗とかも当たってるもんね。森浜30回転だけ回してやめられたのはなんでだろう。外線は投資が大きくなる前にやめます。でガールズ&パンツァーの21ゲームやめ AT の後、これ見てたんですけど666であんこ祭り入ってますから、まあ、リセット台であんこ祭りから当たって、まあ、単発で終わった後というところですね。ちょっとこれを回していきたいと思います。ガルパンです。はい、朝一ミリオンごと神々の凱旋は800枚投資して初当たり1回1セットのみというところで、もうやめました。で2台目はこちらですね、ガールズ&パンサー、まあ、リセットの可能性が非常に高いですね。それを AT 後21回転から回していきます。投資はこれで850枚目となります。もう赤もつきましたね。さあいきなりここはチャンスゾーンのチャンスです。さあ発展ですね。まずは砲弾リプレイ2連続からチャンスゾーンのチャンスです。さあここは鬼ごっこ、召喚鬼ごっこですね。はい、チャンスの突入です。 AT のチャンスですけれども、投資1本で当てれるかどうかです。まずはこのガルパンを。お、来ました。いきなりエンジン当選の大チャンス。もうここはもらったでしょう。はい、これで4ゲーム目突入です。ゲーム数51ゲーム。あ、
早かったです。移動後投資は50枚、総投資850枚から1回目の洗車とゲット。ちょっとこの移動は嬉しいですね。さあ行きます。投資1本です、この台では。さあまずは1セット目、ここは黒森峰。まずはここを乗り越えられるかどうかですね。1セット目強豪校です。やっぱり強いですね、黒森峰。1セット目2対4とちょっと劣勢になっています。あーダメだ、これは厳しい。1対4なんとか1対1には持ち込みました。そしてここでチェリー強豪校だけに勝てたらちょっとは良くなるんじゃないかという期待も持ってしまいます。よし、1セット目クリアです。2セット目に参ります。今度はクラウダポンポですね。セット目も継続のチャンス。さあこれで2セット目は安心ですね。これで5対2。さあ2セット目もこれでクリアになります。4対0です。ラグビー、これでストックでもしてくれたら嬉しいですけどね。7、表示が7でもストックしている可能性はありますよね。ここ楽しみですね。セントグロリアのドルフィン。向こうの体操、なんかね、見て。外側に交代してください。三セット、セントグロリアナだったんで、まあここはいけるかなと思いましたけども。残せず285枚、3セットで終了です。まあ、投資は50枚からの当たりなので良かったですけど、もうちょっと欲しかったですね。総投資850枚ありますので。さあしかしこれ決戦前夜ステージ来ました。行こうぞ。クレジットで再び AT 当選という可能性高いですから、当てられれば行ってくれよ。よし、まだ AT が終わって14ゲームです、液晶上。さあ2回目の AT 当選となるでしょうか。ガルパンチャレンジ、アンコーチームで行きます。アンコーチーム、
と2ゲーム。カレー口、打て。よし。さあ、4ゲーム目。80% ですからね、4ゲーム目ももちろん。頼むぞ。これで2回目の戦車道当選です。クレジットでの当たりとなります。戦車道、いや本当に命ってよかったなと思ってます。今これで早めに投資分岐場の持ち込みができればもうすごく嬉しいです。1セット目、黒森峰です。行くよ、行きましょう。大回転、さすがに一筋縄じゃいかない。一筋縄、行くぞ。いいね、ならないで、来ちゃった。王者、赤子たちも。さあ1セット目、ここは赤文字チャンスアップでございます。そうなったらここで結局落ちてる。だったので大丈夫かなと思いましたけど、単発終了です。アンコウ祭りみたいですね。止まれ。さあ2機種目ガールズ&パンツァー回してますけど、まあ、投資1本からチャンスゾーン初当たり今のところいいですから、ちょっとこの2機種目のガールズ&パンツァーを粘って打ちたいと思います。まあ、持ち込みがあるんで追加投資にはしばらくならないですし、このまま順調に当たりが引き続けられればですね、もしかしたらこのガルパンで今日は勝つ可能性もあるんじゃないかと思います。今のところ期待できる台だと思いますので、今日はここからさらにガルパンで勝負していきたいと思います。
結局1対1のバトルになりましたけど、ここね、ここで3連チェリーです。この状況で3連チェリー来たら初めてですけど、これ削ってなかったら嫌ですね。めったに来ませんからね、3連チェリー。さあ2セット目に突入です。いやでもよかった、黒森美玲1セット目、ここは単発回避できて、さあ2セット目に参ります。あのチェリーが効いたかどうかというのは分からないですね、今のバトルに。総投資がちょっと持ち込みが200枚ちょっとありますけども、もうやめます。だん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 こう打てば打つほど状況が悪くなってきて、最初だけでしたのでやめます。限界しました。どうしよう、最後ちょっとノーマルタイプ打ちます。はい、実戦終了です。今日はまず朝一神々の凱旋で800枚を投資して、その後ガールズ&パンツァーに座って投資1本から一気に1000枚以上の持ち込みができて、よしいけると思ったんですけど、今日は結局総投資が1300枚、そして交換0枚でしたのでマイナス1300枚という結果でした。まあ、チャンスは何回もあって、こう単発 AT とかチャンスを外しまくったりとか、まあ、結局最後は AT 中チャンス損中自分の引きなのかなという気もしました。ただ次の締めに向けての後半戦に入ってますので、まだ収支的にはですね、プラスでおりますので、締めまでプラスを維持できるように勝負していきたいと思います。以上、シーサの街道日記第446話でした。次回の街道日記は、寒さに震えながらも抑えた信頼、その魅力を引き出し熱くなることができるのか。次回シーサの街道日記第447話、鬼神討伐。次回もよろしくお願いいたします。